大丈夫、ゴムちゃん本番絶対間違えない。そんなことないんだよね。一回間違えたことないもんね。いやいや、間違えたよ、間違えたよ。地雷踏んだったこと、引いちゃいけないこと。あれ、モンさん、臨床の週だけさ、悲しみ、悲しみで、前に戻してもらってもいい ?3 週目だけ。あのフレーズじゃなくて。うーわーで。もう悲しみ、やらないと。いや、やる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 。やるの?いや、最後だ。悲しみ、悲しみ、うーうー。要するに、前回のパターンに、その週だけ戻す。そうか。うん。3番だけでしょ。うん、そうそうそう。3番だけ。もう一回でお願いします。3番。3番お願いします。あれ、もう前のボアツ忘れちゃってる。刺さってないんだよ。三崎めぐりのバスは走る窓に広がる青い海を悲しみ深く海に沈めたこの旅終えて街に帰ろう。やば、バッチリです、バッチリです。ちょっと待って、最後悲しみ、悲しみ、深く、深くってやんない。深くはないんだ。深くはないの。ないんだ。ないよね。あったら深くなんだ。2回やるちょっとくどい話になるので。悲しみ、悲しみ、うん、深く。ちょっと待って、私てか、コートル自体がやってないんだよ。悲しみもやってないんだ。やってないんだよ。で、まあ、うちら的にはその間取っていく感じ。いや、俺の中でももうあれしか入ってないけど、なんでだろう。自分の中でできちゃってんだ。コートルやってない?やってんの?やってなかった、やってなかった。あれは大丈夫?地下鉄は。地下鉄やらなきゃ。一番な難問なんだから。何時から？11時から。11時から。え?違うでしょ。12時半目標、オークション目標だとすると1145ぐらいに取ってくるんだよ。え、12時半なの？え、どうする？いやいや、オークションこっち次第で。オークション時間聞かない。あ、だから今亀山さん聞いてくるけど。新しいの覚えたら古いの忘れちゃったんだよね。だから前の。今やれてたよ。いや、今は意識してやったんだけど。でも自信ないんだけど、もし間違えたら。決めないので、まあ多分一発で大丈夫でしょ。でも、まあ、もし間違えたら低い音でいい。メロディーが出てこないんだよね。何が？ああ、いい、それでいい。うって書いたでしょ。そうするとその前に歌ってたのがもう忘れちゃってて、だから3番だけその前に戻すっていうのがもうパニックだから。じゃあもう一回やる。多分できると思うよ。じゃあ低い方に逃げちゃってもいいし、うん、今日危険だったら、うん、ああ昨日言ってたオクターブ高く。じゃあそれできる。あ、大丈夫。それをやるとその勢いで前のメロディーが、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、だからその場合は本人ができない。大丈夫大丈夫。いやだってで森さん絶対できるから。いや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 、そうは言うけど、そんなプレッシャー言うってことはなんか走ってんだから、なんかサポートしてあげる。新しいの覚えた途端古いの忘れちゃったっていうのがあって、新しいのばっかり聴いてたのも戻して、またやって戻してあーって。でそうすると古いのは先に入んなきゃいけないですよ。俺の声が聞こえてればいいんだよね、多分ね。ちょっと距離があって今日は。あ、聞こえ。俺がもうちゃんのパート出せばいいるよ後ろで。それは最後ね、最後ね。
たまには立ち位置に変えてありますか。いや、来ないよ、ちょっとあの場所じゃないと安定しないんだよ。かっかじゃないですか。先はじゃあ OK。 うーん、なんとか。なんかどっかで見たようなサングラスのケースがすごい。あ、本当だ。あれ？同じじゃん。ポルシェ。プラダ。全然かっこいい、こっちプレスリーみたいな味だ。衣装だな、ここにもサングラスか。俺のプラダじゃなかったっけ、あれ。あれポルシェ、ポルシェって書いてある。ポルシェで、あ、そうだ、あれ車買った時にもらった。これって何、普通のこう概念を打ち破ってるよね。こうなってる。本当だ。借りたい。逆さまでも何でもいいんだね。合う合う。本当に合う、それ。その気になっちゃうからやめて。意外や意外、合う。
取れない俺。いいのいいの。昨日練習した？した。え？いやいや、俺たち何回もしたんだよね、確か。もう30分はした。全然余韻がないもん。難しいこれ。本当難しい。リズムが。2番から3番に入るところはあんなもんでよろしいでしょうか。ね、数的には5個。これで2小節。あら、それが5個だよ。感覚でメロディーがね、あの要はね、僕はってもう ずっとやってるだけなんで、どこで入ってもらっても次にで次のあのほら歌もこれだから、そっかそっか、だからどこで入ってもらってもドスコはなんかすごいメロディー弾いてくれるんだよ、ね、あって人だ、だからそれはなんかそこで入っちゃいけない感じがする、あのドスコイのこうアドリブを聞きながら、ああそろそろ終わりたがってるなと思ったらほいっとか、いやいや違う、そろそろもっと弾きたくいなっていう感じ。地下鉄のね、あの感想のところこうドスコイがこう盛り上がってきてグーッてフェーンってしたらスポーンと入ってもらっていいし、しかも何小節でもどうせループで今たまたま合ってたのだから、確率的に本番でやばい。あ、そうだ、そういう話。練習でかけヒットするとあと本番で外れる。俺が声出せばいいかね。はいって、うん、まあ、ちょっと店回ってきましょうよ。結構人がいる今日は。どうしよう、これで、どうしよう、マイクは？あ、今日マイク持ってた。マイク持ってた。マイク持ってない。どうしようって言って頭やって。マイクないな。どうしよう。あ、それマイク忘れちゃって。大丈夫だわ。どうしよう。まあ。いらない。なんでその辺に転がってない。誰でも300円。安い。スステージマイク借りようか。ステージマイク借りようよ。失礼いたします。どうする？小さい子だとね、カメラの人と話してるの。違う、これを撮るのか撮るの、手話58、どこからいる、もし外から行きましょう、こうやって中入ってきてこっち